はい、今日はですね、本当に基本的なストールの巻き方、3種類だけ覚えてもらいます。簡単にできるんで、ぜひ見てみてください。まずは完成形からいきましょう。こんな感じですね。なんかいかにもおしゃれですって感じの印象がありますけど、この巻き方実はすごく簡単です。まずはこう首に普通に垂らしてもらって、一巻きしてもらいます。この時、首があんまり締まりすぎないように調整してください。で、交差させて、前からでも後ろからでもいいんですけど、一回巻いてあげます。これで完成。で、形は整えましょう。首があんまり締め付けられないように調整です。このストールの巻き方なんですけど、メリットは2つあります。まず1つ目はですね、重心が上にかかるので、ショート丈のブルゾンだったりとか、薄手のニットだったり、シャツに合わせるときにも違和感なく巻けます。でっかいストールをですね、だらーっと垂らすような巻き方をショート丈のブルゾンなどでしてしまうと、ショート丈の着丈を超えてストールが長くなってしまうんで、ちょっとアンバランスに見えることがあります。そういうときは、上に重心を持ってこなきゃいけないんですけど、そのときこの巻き方が使えることになりますね。なので、ショート丈だったりとか薄手のものを着ているときは、この巻き方をしてあげるといいかもしれません。もちろんこれだけではないんですけど。そしてメリットの2つ目なんですけども、これね、安いストールをね、高見えさせることができるんですね。なんでかっていうと、安いストールっていうのは基本的に薄手なんですよ。例えばこれ、ユニクロのカシミヤのビッグストール、カシミヤビッグストールっていう名前の商品ですけど、名前の通りカシミヤ、高級素材のカシミヤを使ってて、ビッグストール、オーバーサイズなんですけれども、190センチを超えるオーバーサイズではあるんですけれども、残念ながらユニクロカシミヤ使ってるけど薄いんですね。すごく、これがジョンストンズとか高いブランドだとカシミヤの素材使っててもこんなに薄くないんですね。ぶわっと分厚いものを使ったりするんですね。そうすると、巻いても何も考えずにぐるっと巻くだけ、一回りぐるっと巻くだけでボリュームはぐんと出るんですけど、どうしても安いものだとそういう巻き方をしてあげる、何も考えないでぐるっと巻いてあげると、なんだか安っぽいような印象になっちゃうんですね。安いものって当然薄くて小ぶりのものが多くて、高級品は厚手で大判のものが多いんで、マフラーとか首周りってとても目立つ部分なんですよ、顔の近くなんで。そこにいかにも安そうなボリュームの足りないものをやっておくと、ちょっとこう全体が安っぽく見えてしまうので、こういう薄くて小ぶりのものとかの場合は、これ小ぶりじゃなくて大判ですけど、薄いものだったりとか、これ小ぶりなんですけど、ユニクロのカシミヤストールですね、ビッグがついてないカシミヤストール、これ小ぶりです。で、小ぶりのものだったりとか薄手のものだったりとかを巻くときっていうのは、なるべくボリュームをつけるような巻き方が必要なので、この巻き方だとボリュームを無理やりつけることができるんで、実際この巻き方で使ってるのってこのカシミヤビッグストールなんで、安いものも高見えさせることができる巻き方なので、このメリットは覚えておくといいでしょう。二つ目の巻き方、非常に簡単です。垂らすだけですね。はい、こんな感じ。はい、垂らすだけの巻き方は、巻き方と言っていいのか何なのかわからないですけど、コートとかに使うといいと思います。ロングコートとかに使うと非常にかっこいいですね。これそのまま垂らしてるだけだとですね、実は風で飛んじゃうので、コツとしてはコートの中に入れてあげる、コートの縁に沿わせるように入れてあげるといいと思います。これはもともと礼服の使い方ですね。ショールですね。パーティーウェアとかでジャケットとかタキシードの中にこうショールを入れるんですけれども、その巻き方をストールに応用しているという感じです。この巻き方のメリットは2つあって、1つは今言った通り、ロングコートに合わせることができるよっていう話と、2つ目はですね、地味な印象を脱却させることができます。ロングコート合わせるときって、基本的にロングコートもパンツも黒であることがメンズの場合多いと思います。どうしても男性って洋服いっぱい買うわけじゃないんで、女性みたいにどうしてもこの無難な色を選んじゃいますよね。コートはもう何でも使える黒だったりとか、パンツは何でも使える黒だったりとか、ダークインディゴだったりとか、ちょっと濃いめのものを選んじゃって、どうしても上下暗くなって地味になるっていうことが多いと思います。上下黒で地味なロングコートのスタイルの時にですね、こういったライトグレーだったりとか、少し明るい色味の入ったショールを使うことでですね、ちょっとだけ地味な印象を脱却させることができます。なので、黒のコートに本当にわずかにこう沿わせるだけで、見えるだけでも全然印象変わるんで、もちろんさっきみたいなぐるぐるっと巻くような巻き方でもいいんですけど、この巻き方だと特に巻き方を覚えることもないし、薄手のものでもこう垂らしてるだけだったらそんなに目立たないので、ロングコートを使う時は試しにやってみてください。メリットもあるんですけれども、この辺は好みもありますんで、ぐっと上にボリュームを出すものがいいのか、それとも垂らすものがいいのか、なんとなく鏡の前で見て、こっちの方が今日はいいなぐらいでも全く問題ないです。一応メリットとしてはさっき言ってる通りなんですけど、ボリュームが出せるよとか、地味な印象を消せてロングコートに合わせられるよみたいなメリットはそれぞれもちろんあるんですけれども、好みの範疇ではあるので、鏡で見て自分で自由に選んでもいいと思います。
そして最後はこちらですね、ぐるっと一巻き巻いただけですね。これ巻き方っていうか本当にこう一巻きしただけなんで非常に簡単なんですけれども、まあこれは一番初めと二番目の巻き方のちょうど中間ぐらいですかね。垂らすだけではなくて一回巻いてる、でも結んではいないっていう状態ですね。小ぶりなストールとかを使うときはこの巻き方しちゃうと若干頼りなく見えてしまうと思います。例えばですね、これ完成形見てもらってるのはですね、ユニクロのカシミヤビッグストールを使ったものなんですね。これさっきも言ってる通り、ちょっと薄手でボリューム足りないんですよ。で、じゃあ逆にボリュームのあるストールでこの巻き方をするとどうなるかっていうと、こちら。結構印象違うでしょ？同じ巻き方なんですけど、印象まるで違いますよね。だからボリュームのあるストールだったらこの巻き方するとすごく様になるんですね。だからボリュームのないストールでやると、ボリュームのなさが強調されてしまうので、まあ、ある程度ボリュームがないと、この巻き方って成立しないかなというふうには思います。この3種類で、まあ、大体それなりに、印象は整うかなというふうに思います。個人的には一番初めのボリュームが出る巻き方がおすすめですが、まあ、場合によってはロングコートに合わせるときは垂らした方がいいっていうのもありますし、好みの範疇もあるんで、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに今回使ったアイテムはユニクロのストール、ユニクロのカシミヤビッグストールです。で、ビッグストールと普通のカシミヤマフラーがあるので、注意してみてくださいね。カシミヤマフラーの場合はですね、ちょっとちっちゃいんですよね。なのでボリュームの出る巻き方をしないとこちらも結構安っぽく見えてしまうので、注意してください。個人的にはカシミヤビッグストールの方がおすすめです。実は今回完成形で見せてるコーディネートもですね、ザラだったり GU だったりユニクロだったりとかファストファッションのものを多く使ってました。なのでそんなに高いものは使ってないんですけれども、カシミヤのストールを使ったりすると、まあウールでもいいんですけど、高級素材を使うとちょっと高見えするんですね。結局ストールとかマフラーっていうのは顔の近くにあるものですよね。で、顔ってすごくこう視線が集まるとこなんで、そこに高級素材が1点あると一気に全体が高く見えるんです。これはまあスタイリストである誰でも知ってることですけれども、そこでカシミヤだったりとか、まあウールのマフラーだったりとか、こういう天然素材の高級感のあるものを入れてあげると印象っていうのは全然変わります。で、カシミヤとかってまあ高いは高いんだけど、ユニクロとかで探せば今だったらもう本当に数千円で買えちゃうんで、昔だったら数千円なんてなかったですけど、手頃なものもいっぱい出てるので、まあそういうことを意識してですね、全体が安い洋服でもちょっとここだけ贅沢にカシミヤを使ってあげるみたいなことをしてあげてもいいと思います。あとはストールってそんなにトレンドがないんで、まあ思い切ってユニクロじゃなくてですね、1万2万する高いものを買ってあげてずっと使うっていうのもありだと思います。全然その結局ね、大判の布ですから大してトレンドってないので、まあ柄とかだったらトレンドちょっとありますけど、無地のストールだったらトレンドってほとんどありませんから、まあ一生に数回しか買わないんであればちょっとこう投資してもいいかもしれませんね。はい、そんな感じでした。 MB チャンネル、こんな風にファッションの豆知識だったりロジック、商品紹介などを行っております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。